こんにちは、ふみです。しげです。第1回サンホーコラボガチャビンゴー、イエーイ、来ました。ありがとうございます。サンホーコラボガチャが来ましたので、はい、いつもの通りビンゴをやっていきましょう。ビンゴー、ビンゴ、ビンゴやっていくんですけど、今回ちょっといつもと違うところがありまして、はい、前回までは 3×3 でやってたんですけども、はい、ラインナップが多いということで、はい、カンコラ、うん、5×5 になりました。画像ドン、すごいことになってますね。すごいよ多いよ。これ引いた後、あ、書いたっけってなるよね。探す瞬間が長い気がする、うん、はい。で、はい、真ん中ですね。はい、真ん中はベリアル。はい、確定ガチャ、まあ、今回から登場するキャラクターで確定ガチャがあって、まあ、課金してる方なら絶対買うような確定ガチャなんですよ、はい、なんで、まあ、真ん中のあのビンゴカードもあるじゃないですか。フリーのね、フリーの開けていいところ、はい、その枠でベリアルって書かせてもらいました。で、他にもあの星7確定ガチャとかこの辺引きます。おー、引いちゃう。はい、でビンゴカード的には四隅星7、ベリアルの十字の先っちょのところ、外枠のところも星7、その周り星6で、ベリアルの周り星5、はい、でそうですね、あの4月の反省会動画にもたくさんこう企画のなんかね、こうアップデートというかアドバイスもらいまして、ビンゴになった瞬間もう罰ゲームに移行します。だらだら引き続けません。すぐ罰ゲームです。すぐ罰ゲーム、負けた方はすぐ罰ゲーム。罰ゲーム多くないですか最近なんかまあ、まあ罰ゲームは仕方ないとは思うんですけど、はい、インフレしないようにしたいね、うん、例えばなんかもう1ヶ月上半身全裸で、あ、すいません、はい、で、罰ゲーム、今回の罰ゲームは、はい、ハッピーターン、ありがとう、みんな大好きハッピーターンに、けん、わさび。インフレしてない、してないです。これ知ってます？知らないです。え、知らないですか、うん、ハッピーターンにわさびを乗っけて食べると辛くないっていう、へー、嘘だよっていうのがありました。なんか前リオナリさんとかやった気がするんですけど、へー、ちょっと気になるんでこれをやってもらおうかなと。負けた側は、そうですね、ありました、ピッと乗せていただいて、勝てばいいんですよね。はい、勝てばやらなくて済みます。はい、っていう罰ゲームです。それでは、はい、さばいていく、さばいていく。はい、フリースペース開けます。これはもう安心安全、安心安全のベリアルです。これで違うの出たらどうしよう、ね、ドッキリ、ドッキリてってる。ありがとう、ありがとう、ベリアル、ありがとう。真ん中ベリアルがまたすげえ性能なんですわ。これでもう極連ですよ、週刊ね。うん、シナの確定どうぞ。はい、いきます。シナゼウス、まあ、だ、なんでもいいか。でも書いてないやつはやめてゼウス、エレナ、スクヨミ、ベルテ、ルドラ、サリー、サリー、いいよ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 。あと、セレーネとプッシュケとゼウスでビンゴですそれはね。で、これが120円だか250円だかのやつ、ダイヤ。まあ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 、おしんキャラ、かわいい名前は。ね、ルーベル美術館書いてる。いた、探すの大変だなこれちょっと多すぎて、あの出た瞬間にリアクションができない。大杉謙信ですね。はい、じゃあ開催記念いきますよ。はい、あ、猫ちゃんの運動会が始まりました。裏では運動会企画が。ダイヤ、ダイヤ、ああ、これまた新キャラですね。ね、アビス書いてますか。アピスになってるし。え、アピスじゃないの？ユタポンみたい。え、アピスでしょ。え、アピスって書いてあるよ。アピスだよ。アピス。アビス。なんだよアビスって。ユタポンだよ。まだですね、全然。まだ全然影響ないですね。影響ない。はい。よし、じゃあもう。石っすね。石かな。はい、足りるかな。さあ、34回いきましょう。
ダイヤ率低い、もしかして。そんなことないよな。そんなことないんじゃないですか。はい、7。お、サンダルフォンかな、新キャラ。入ってない気がする。ナイスー、センキュー。入ってないな。これ何、星6か。うん、はい。お、ダイヤジュース、ジュース。あ、おー、マジか。書いた。え、これ少ない方だよね。 1.5% とかね。 1.5% なんですよ、他の 2%。 マジか。いや、出ないと思って書かなかったんですよ。よく書きましたね。全然確率見てなかった。わあ。ルーシー、ルーシー、リーチェ、ベリアルが 1.5%。 あとラクシュミムか。やったー。わ、マジか。セレッサ、セレーネ、ビンゴ。おー、早っ。セレッサ、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 セレッソ、セレッサ、あ、セレーネ。あー、シャクティ。いや違う、ウシャス。覚えられない。覚えきれてない。ウシャス書いた気がするな。シャクティ6か。ウシャス書いた。セレッサ、セレーネ、プシュケ。あれ、さっき見た。ユタポン。いきます。プシュケ、ゼウス、セレッサ、セレッサ、セレッサ。あー、シエル。かわいい。シエル。名前やってゲームみたいになっちゃう。シエル、書いてないわ。書いた。あ、マジか。カツエ。やば。アスラ。シャオシン。シャオシン。やば。いいぞ。順調、順調。やばい、やばい。セリッサ、シャオシン。ジェス。あー、あれ結構いいよ。あと僕、星5なんすよね。プシュケ、セレーネ。これはあるで。ゼウス、あれっすよ、ダークカラーとか。これうわ、すごい。キャプツバどうすか。どうすか。キャプツバにどうすか。引けねばね。キャプツバの人じゃないですか。キャプツバ使いすぎって言われちゃった。いや、いいんすよ、キャプツバの。だって今更ナッチさんにアルテミス使いすぎっていう人いないでしょ。確かに。使いすぎだって強いからね。今からキャプツバの人になればいいんです。手がいっぱい。シャクティ正解。おお、そういうゲーム。よー、だんだん埋まってきたぞ。よし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 、まだまだこれから。セレッサ、つく読み、つく読み、つく読み。あ、もしかしてバリスタでは。あ、バリスタかも。世界一のバリスター。いや、結構星5であるよ。バルナ、セレーネ。セレーネ出たらダブルリーチ。お、え、リーチはまだだな。セレーネ、セレーネ、セレーネ出たらセレッサでビンゴ。じゃあとりあえずセレーネだと。共闘でセレーネ。意外とダイヤ率、ダイヤ率は高い。いいっすな。おー、エレナは書いてるよ。書いてない。よし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 。エレナ、ブリリアント。ブリリアントじゃないですよ、ユタポンじゃないですよ。言ってない、言ってない。点々ですよ。ブリリアント。セレーネ。あ、あ、セレーネチャンス。セレーネチャンス。あれ、あ、プシュケ。お、ビーチ。リーチ。リーチ、リーチ、リーチ、ビーチ。プシュケだよね、これね。よし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 、リーチ、きたきたきた。セレーネ、待って待って、セレーネビンゴ。待ってよ、金でいいわ。絶対やりたくないもん、こういうあの変な実験すんの嫌なんすよね。嫌なんすか、混ぜるの。絶対食べたくない。そんなに。セレーネ、セレーネ、やめよう。じゃあそこはちょっと諦めて。セレーネ、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 セレーネ。バルナ、ルドラあたり。セレーネ、セレーネ、セレーネ、セレーネはやめて。福読み。おー、あー、新キャラっすね。すごい新キャラ出るな。シャオシンは書いてます。あ、カリンでビンゴだ。カリンビンゴ、ハードル高。カリンビンゴだ。いや、セレーネ。アスラビンゴだ。セレーネ、アスラはやばいな、出るな。アスラビンゴ。セレーネ、セレーネ、セレーネ、セレーネ。アスラかセレーネかの対決になった。金、金やばいな。うわー、セレーネ、セレーネ、セレーネ。誰？
オルモス、オルキスオルモスって呼んじゃった。あ、メイシンでもビンゴだ。メイシンセレーネ、メイシンセレーネ、カリン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 、ビンゴー。左耳が死ぬ。ビンゴビンゴビンゴ。怖っ、この人怖っ。だって自分でおっしゃいましたよね、ちょっと多めでもって。いやだってそうじゃないと実機にならないんじゃないですか。そうですね。いやでも早めだったんじゃないですか、ラインナップにしては。確かに意外と被んなかったですね。うん、いきます。え、そんななんかうねうねしなくても。多くね。挟んでもいいか、サンド。あー、まあいいでしょう。おお、どうした。いますよ。なんかでもそういうやつみたいだね、挟んでみたら、うん、ずんだ。匂いがめちゃめちゃわさび。いきます。はい、なんだろうな。二口でサクサクっと。ガチャビンゴで泣いてる。やべえ、これどれぐらい笑うかすげえ悩むな。笑いすぎると多分ふみちゃんファンに叩かれる。もっくかわ。大丈夫ですか。流し込んで流し込んで。後ろでミキネコちゃんが心配そうに見てる。泣いてる。すげえ、でもちゃんと出さずに。これが芸人魂ですね。芸人じゃない。ツッコミできる余力があった。芸人じゃない。辛かったってことは、ギョナリさんにクレーム言いに行きましょうか。別にギョナリさんが発案したわけだ。でも多分はい、緩和はされてるんだと思う。まあ、あの量ですもんね。出しすぎたなと思って。思ってた。思ってた。思ってたんかい。バリバリ思ってた。ガイアラ世代なこれ。まあ勝ってくださいよ、そしたら。僕に勝ってくださいよ。なんかすげえ一回勝っただけでドヤ顔してくる。僕に勝ってくださいよ。いやでも私も惜しかったんすよ。あとアスラ。そうですね、最後の金が命運を分けましたね。アスラか、セレーレか。新キャラだいぶ引けたんで、ガチャの結果的にも満足ですし、ビンゴの結果的にも満足です。汗かいてきた。代謝上がった。あ、汗かいてきました。じゃあ次回はかかってきなさいよ。絶対に勝ちます。次回のガチャ動画をお楽しみに。最後になるかもしれないんでしょ。でもそうですね、この動画が伸びなかったらガチャはやらないかもしれないので。ガチャビンゴね。ガチャビンゴはね、はい、はい、ちょっとみんないっぱい見てください。面白かったら高評価。もうちょっと待って。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではさよなら。